じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、見ての通り、マスターマインドジャパンっていうね、ファッションブランドなんですけれども、結構ね高価なファッションブランドなんですよね。マスターマインドってもう一着ジャケットだともううん十万とかしたりしますからね。はい、それとね、コラボしている、アニメワンピースです。はい、ワンピース、はい、の、デスクトップリアルマッコイですね。はい、こちらのシリーズのマスターマインドジャパン限定でね、販売された、特別カラーバージョン、こちらをね、ちょっと開封して、見たいと思います。まあね、もうこの絵からしてね、もうすっげーかっこいいけどね。もう普通のは、カラーリングがね、オリジナルカラーリングしてますけど、こっちはマスターマインドカラーといってね、もうほぼ白黒で、もうこういうね、特徴的な、マークのドクロ、が入ってますね。はい、なのでめっちゃかっこいいです。これをね、開封したいと思います。では行きましょう。いくぞ。ね、今ちょっとね、バカッとね箱を開けてみたんですけれどね、まあ中古でこちらを買ったんですけれども、まあ前の持ち主の人がね、あれなんでしょうね、結構大雑把な性格なのかわかんないけど、開け方知らなかったんですかね。普通はなんかこう普通に開けられるとは思うんですけど、なんか強引にやったみたいで、こう破れてね、こっち側もこんな感じでもう破れちゃってんだよこれ。なんか強引にカッターで切っちゃったみたいな、カッターで切っちゃったみたいな感じになっちゃってるからねこれ。ブリスターで入ってましたけど、やっぱかなりでかいですね。あとまあこれもまた中古で買ったからか、匂いがねありますね。その人の家の匂いなのかわかんないですけど、独特の香りが立ち込めましたね。はい、いやー、前の人、まあまあまあ、マスターマインド着る時点で結構やんちゃっぽい人が多分持ってたのかなとは思いますけどね。なんかもう、なんつうのか、独特の本当に匂いが、ついてますね。まあこういうのはね、中古で買うときはね、まあ仕方ないことなんですけれどもね。まあでもね、まあもうちょっと箱付きであるんだったら、もうちょっとねこうしっかりと開けてほしかったな。これどう見ても開け方違うんだよ。はい、ということでね、じゃあちょっとフィギュアの方をじっくりと見ていきましょう。はい、ねとりあえず、こちらのね土台の方から見ていきたいと思います。まあ土台はね、まあ動物ですね、ワンピースの世界に生息している動物たち、まあライオン、ゾウ、ヘビですね。で、マルタ、はい、こちらはねマスターマインドジャパンのロゴがあしらわれてますね。裏側結構重いですね。裏側はまあ普通にこういうね、商標みたいなのが入ってますけどね。重いな。よし、はい、ああどうだろう、特に目立つ汚れとか傷はないかな。いいね。はい、ここにね、
マスターマインドジャパンって書いてありますね、ロゴが。はい、いやーライオンもそうでね、はい。で、キャラの方がですね、まず、こちらロビン、結構なかなかいい出来ですね。まあ、このリアルデスクマッコイシリーズがね、あ、すごい、スマイル 40% 超えてるな、50% ぐらいいってる、すごい、ロビン。いや、あのね、これ実は結構前の商品なんですよね。だからもう中古でしか手に入らないんで、ここのね、ビキニのプラカーあれでマスターマインドジャパンになってますね。はい、がロビンで、続いてが、チョッパーですね。チョッパーもやっぱりマスターマインドのねロゴが帽子にデカデカとね入ってますね。で、ちゃんとここにもねマスターマインドジャパンっていうね、まあ、ちょっとほこりかぶってる点が気になるけど、まあこれは払えばどうにでもなるんで、いや結構おしゃれなチョッパー、可愛くておしゃれ、黒っぽいスーツ着てるね、チョッパー、これもいいですね。で、ルフィ、はい、麦わらもね、黒ですね、で後ろにねバックプリントの T シャツ、バックプリントのね、マスターマインドの、ロゴが入ってますね。このロゴがかっこいいよね、マスターマインドは。実際のね服とかジャケットとかにもね必ずこのスカルがね入ってるみたいですね。まあ自分は服とか持ってないんですけどね、マスターマインド欲しいけど高いからな。はい、で腕がない、腕は、こちらの、槍についてますね。この槍も結構いいですね。いい。はい。じゃあね、ちょっと一回、全部、台座ね、台座に挿して、完成を見てみましょう。はい。ということでね、全部組み終わりました。こんな感じですね。いやーかっこいいわー、すげえかっこいいわー。結構ね、みんな下に、かがんじゃってるんでね、顔がこう下からじゃないと見えないけどね、こういう感じですね。で、さっき見忘れてたんですけど、まあ、ルフィにもね、マスターマインドの、文字が入ってますね。太もものところに、入ってますね、マスターマインドの。はい、まあ、ロビンはね、いいね。こう、ライオンの耳にね、手当ててるっていうね。いやー、いいわ。
この角度かな。かっこいいね。いやいい。すんばらしいね。はい、ということでね、いやー結構これもねボリューム感がかなりありますよ。はい、海外のねああいうでかいのと比べればまあ小さい、ジオラマ系フィギュアですけれどもね、まあ日本にしては本当大きいし重い、重量感もあってね。でオリジナルカラーとは違ってやっぱりねマスターマインドのこのカラーリングがねやっぱかっこいいよね。はい、ということで、まあ今回はね、またね、まあちょっと違ったね、バージョンのフィギュア、まあマスターマインドジャパンというね、ファッションブランドとのコラボ、まあこれもね何個限定かは知らないんですけどね、まあ調べれば出てくると思いますけれども、まあ皆さんはね、気になったら、ご自分で調べてください。まあね一応、まあ、普通のバージョンもあるんですけれども、自分はこちらの方が好きですね。まあカラーリングの好みはあると思いますけれども、まあ持ってない人からしたらね、まあ色を比べてみて、見てみてはいかがでしょうか。もう完全にもうラリってるね。の匂いかこれは。これ麻薬の匂い、薬の匂いかこれ。アリファナかなんかかな。ちょっとラリってきたんでね、もう以上にしたいと思います。はい、では今回はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。